毎度リーダーです。今日は2月9日に、押し売りされた大将さんに押し売りされた特大うなぎ、何キロだ、 1.4 キロか、1.4 キロの特大うなぎを、まあとりあえずね、そろそろ開けようかなって感じなんで、見てこれ、めっちゃでかない。これ2月9日から開けてないんですよ。で今日が2月の24日なんで、14の15日熟成。とりあえずこれ開けて一回さばいて焼きますわ。うん。で、うなぎはこんな感じやね。15日熟成で、まあ正味全然何の劣化もしてないわ。やっぱうなぎはすごいわ。うん、臭み全くないし、まあ相変わらずすごい、こんな太さ。だいぶ太い。で、とりあえずこれやっぱね、前回仕入れた時思ってんけど、刺身はちょっときついわ。ゴリゴリすぎて食われへんから、こんだけ寝かしててもね。だからとりあえず、焼いて食べますわ。せやね、今日のお客さんの分で、これだいぶ太いな。どうしようか、これ。俺らの分、ちょっとだけ、もう尻尾の方でええな。はい、なあ、であとお客さんにしようか。せこんなもんやね。うえい、きれい、見てこれ断面やばいやん。これで切ったかったの、この油ね、すごいわほんまにな。これんでから、じゃあさばいていきますわね。開きますわ、とりあえず。もうこの、なんていうか、包丁入れてる時の硬さがすごい。コリコリやん。まあ、ちょっと高いうなぎやから慎重にさばきますわ。慎重に慎重に、おないして。僕あんま魚さばくあんまうまないんでね。慎重にさばかなやばいんですよ。よっ、はい、開いたらこんな感じ。これが15日目。めちゃめちゃ綺麗でしょ。おにぎりくん見てみ、これめちゃ綺麗な、これな、めっちゃ綺麗。なんかで油すごいな、やっぱこれ焼いてうまいやろな。よし、ほんならちょっともうちょい開いていきますわね。よっ。で、ここの骨取ってやっていく。骨ごついな、これ。大名おろしして取れんのかな、これ。ごつっ、めっちゃごついっすわ、これ。で、こないして骨残らんように切ったら、うわ、手もギトギトやし、すげえ。もう見てこれ、ほら、ほんまこの包丁ギトギトっしょ。で、この俺らはこの尻尾の方を食べて残りはお客さん。でもこれほんま油えぐいな。よし、でこの部分をちょっと今から炭でおにぎりくんに焼いてもらいますわ。焼き方知らんからちょっと後で手焼いたから、入れてから手焼いたら、でこれまた焼いたってな。はい、うん、こんな感じやね。今じわじわ焼いていってますわ。このパリパリにしたらもういける感じ。中のね、これちょっと火通さはちょっときついやろな。きついから、もうちょっと。そうやな。まあちょっと、たい焼きでいこう。いや、僕も素焼きで。素焼きで、素焼きで。うん、ほな素焼きでいこうか。はい、素焼きでいきます。で、焼き上がりですね。こんな感じっすわ。まあ、中に火入ってるやろな。うん、皮はこんな感じでもう、パリパリっす。これを、今日はこの岩塩とわさびで食べようかなと思ってますわ。よしよしよし。これちょっと切ってや、おにぎりくん、これ半分。よっしゃ、ほな食ってみようか。これわさびも自分で適当に、はい、適当に、はい。さっき塩振ったらどうか。上にちょっと踏んで、はい、あ、もう自分のやつだけど、うん、加減あるやろ自分で。じゃあこれいただきます。いただきます。
プリプリやわ、やばいわ。うん、あ、これもうちょっと焼き切った方がいいわ。もうちょっとしっかり焼き切る。あの、なんちゅうの、血がまるじわってこんな、なんか、うん、焼き切った方がいいな、もうちょっとな。あんな、いや、お前服になんかめっちゃなんかついてんで、毛玉みたいな。ちょっといっぱい仕事まあうなぎはこんな感じですね。まあ皮がちょっとだいぶごついからな、もうちょっとやっぱしっかりめに焼いた方がいいと思いますわ。でまあ今日はこれをねお客さんにちょっと提供していこう思うんで、でまたなんかうなぎで面白い料理法を見つけたら、また撮影するんで、またまたよろしくお願いします。ではでは。